ジャムと申します。毎度大きにさて皆さん、わたぷてさんとこの時代でしょうか。このサイトはですね、誰でも自分のうるさが書くので流れ結構ガセネタが多いんですよね。なので今回そんなわざっぷから裏技なんかピックアップしましたので、本当にできるのかどうか試していこうかなと思います。さてまずはロビンにやってまいりました。ダイナモローラーの振りをキャンセルする方法。おー、なるほど。ダイナモローラーの振りをキャンセルする方法を教えます。これ耐えてたんやけど不利やった。この裏技はロビー散歩で使います。過去ノラネの実践はやめましょう。あ、そうなん、そんな危険なやつ。1、武器をダイナモローラーにしてください。2、スペシャルを貯めます。3、振ってる時にスペシャルを発動すると結果ダイナモローラーの振りが止まる。なるほどね。まあ一回振り始めたらなかなか止まれへんけれども、まあダイナモさんやね、もう無印の方にしとくか。無印の方にしとこう、うん、でこれをまず貯めまして、こう振ってる最中、これね、もう普通振り始めたらこう止まれませんよと。これがこう振ってる最中にスペシャルを発動すると、あー止まると。うん、けど別にこれ普通に使用ちゃう。うん、普通にあのなんやろ、あのノラで使ってもいいと思うんだけど、ちょっとやってみる。ほな、うん、いや別に普通にできると思うよ。さあガチエリアやってまいりました。ああ、周りの人間は全員アメリカ人ですね。今ちょっとあのラスベガスでねこれやってるもんで、こう全員アメリカ人だと思います、多分。いや今回ね、ちょっとあのワザップらしからぬね、ちょっと使える裏技かなと。まあダイナモ使いにしたら全員知ってんのかなって感じはすんねんけどな。ああ、立体ロワタ。ダイナモ立体と終わりなんですね。さあガチエリアですが、まあエリアを塗るならまずスペシャル止めていく。うん、まずスペシャルを貯めたのでキャンセルしようがないんで、危ない。そうなんですよ、危ない。これでやっぱり立体になるの非常に危ないですね。はい、当たってる。あっ、違う違う、普通の発動しろ。あっ、むずいむずい。ちょっと待って、わかったわかった。あの実戦でね、あの急に出すのむずいわ。かなり慣れてなかったらこれむずいっぽい。うん、ほら、オッケー。うわ、なんかる。はい、2人目。オッケーオッケーオッケー、2人キルしてる。これ打開できんじゃん。やばい。はい、キャンセル。はい、普通にできるよ。普通にできるよ。別に実践で試せるって、普通に。普通やって。普通にしようやって。これ。さて、お次もロビンにやってまいりました。ロビンの売店横の自販機でドリンクがもらえる。どういうこっちゃ。何を言うてんねん。こんにちは、久しぶりに投稿します。ロビーの売店の右の音楽かけるやつの右にある自販機でドリンクがもらえるらしい。ほんまに言ってんのそれ。ロビーへ GO、 売店でドリンクを一つ買え、ドリンクなら何でも丸。ガチャガチャでドリンクチケットが出るまで回す。うわ、これきつそう。これきつそう。結構今金持ってるからいけるけど、結構金しておいすんじゃんこれ。ロビーの壊れるやつ全部壊す。レギュラー1試合してください。勝ち負けは関係なし。ジャッジ君に話してね、過去3回。7、自販機の前で10回ジャンプする。広場に行く。歩いてロビーに行く。自販機の前で A ボタンを押すと、欲しいドリンクが1つ無料でゲットが、ダラララララララ1つ。効果は、売店のやつと同じ。結果、あ、ここには書かないから、結果タイトル見ようか。あー、ここでね、あー、この自販機でこのドリンクが買えるってことやな。あー、これ普通はこうタラの置き物なんやけど、ここでドリンクがもらえるようになるらしい。うん、で、まず、売店でドリンクを一つ買うらしい。あ、買うってか、これ引き換えるってことやな。うん。まあ、なんでもええけどな。まあ、一番多いやつにしとくか。うん、一番こう、しょうもないやつにしとこう。しょうもないやつ言ったら。うん。はい、ほんなら次、このガチャガチャでね、こうドリンクチケットが出るようになると、これ今129万8086円あるんで、結構な回数回せますよね。はい、ドリンクチケットじゃない。さあまずいよこれは。こっから3万やからね。ああ、ツンツンした若葉シューター扱いやかましいよほんま。はい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 、置物なんかこのイカのクッションこれちょっと欲しいな。これ実際にあったらちょっと欲しいでございますが、さあどんどん行くよ、どんどん回すよ。さあドリンクチケット、はい、フードチケットでございます。これドリンクじゃないですね、ドリンクチケットじゃないですね。これドリンクチケットって出ねえっけ。ドリンクチケットって出るっけ。あ、これ絶対ちゃうやつやドリ。あー、おー、なんだこれは、草津温泉的なやつやん。草津温泉的なやつ出た。ああ、なるほどね。はいはいはい。ありますけれどもね。あの草津っていうのは板持ったやつね。ありますけれどもね。はい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 。はい、フードチケットでございます。これドリンクチケットって出ます。出ますっけ。はい、ギアパーのかけらね。ああ、もう現生でございますよ。今回に関してはもう。言うたらね。うん。はいはい、ステッカーいりません。あ、やばいよやばいよやばいよ。これやばいんじゃん。ほんまにこれドリンクチケット出んの。はいはい、プレートをゲット。あ、何ですかこれは。あ、何が書いてあるんですかね。あ、白いですね。すごい白い。すごく白いです。はい、鈴木園子ぐらい白いですね。はい。あー、置物ゲットしましたね。はいはいはい、やばいよ。やばいよ。普通にやばい。これ大丈夫大丈夫。はい、ドリンクチケットをゲットしました。あ、出ました。ありがとう。危ない。危ない。
全財産突っ込むところやったらこんなことしてる場合じゃないのよ。うん。で、次、ロビーの壊れるやつ全種類倒すってことないけど、今度はバルーンを全部倒すことかな？オッケー。まあ、2種類っていうか、まあ、2個かな？まあ、銀の壊れへんやつはあるから、あれは壊さんでいいと。壊れるやつだけ壊せばいいってことらしい。はい、壊して。いいよ。はい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 、オッケー。これで全部壊したね。で、次、レギュラー1試合してください。勝ち負け関係なし。オッケー。そんな、なんか久しぶりやな。若葉でも使うか。うん、久しぶりやから若葉でも使おう。うん。さあ、縄張りバトル、これ一試合やらないといけないんですけど、これ勝ち負け関係ないんですが、まあ一生懸命やって勝てこうかなと思います。いや、ええ勝負。ええ勝負や。ああ、ええ勝負勝った気持ちいい。さあ、レギュラーマッチ1試合終わりまして、まあ勝ちましたけれどもね、次ね、ジャッジ君に話しかけてね、3回ってことらしいです。はい、話しかけます。はい、ジェットパックが、はいはい、どうこうどうこうって出ますが、ああ、もうええや、これスキップして、はい、これ2回目、はい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 、これを、あともう1回やればいいのね。はい、これ3回目、はい、3回話しかけました。はい、OK。じゃあ次は自販機の前で10回ジャンプする。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。で、次、広場に行くと。で、広場に行きましたら次、歩いてロビーに行きますよと。はい、歩きまして行きましたよと。で、でよ。で、自販機の前で A ボタンを押すと、なんと、欲しいドリンクが1個、無料でゲットということらしいで行きますよ。さあ行きました。さあ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 どうだ、さあどうだ、さあどうだ。おお、邪魔やな、邪魔やな、邪魔やな。君邪魔やな、君邪魔やな。あ、君邪魔やな。あ、君邪魔やな。ビエやな。もうビエでしかないの、もう。自販機はビエだったのでは？もう、得て、もう得て得て、ほんま、久しぶりだけど、ガセねえから、こんなんな最初から分かってねえ、こんなん。ガセないわ、こんなんは。うん。けど、ただこれ、やらなね。この、やらな、ガセじゃないかどうかは分かりませんから。うん、やらなあかんよ、こんなん。分からへんねん。うん。ここの自販機で買い物できたらすごかったんやけどな。いや、でけへんかったねもう、ええねん、ほんま。さて、お次はアサリの散歩でやってまいりました。イカがピクル、チャーを持ちます。次にステージはどこでもいいのでルールをアサリにしてください。アサリを持ってない状態でチャージしながら A ボタンを一瞬だけ押してください。あ、スピナーでもできました。ストワイは検証してない。ストワイって何ですか？ストリンガー、あ、ストリンガーワイパーってことか。結果ピクプス何を言うてんねん。オッケー、アサリにしまして、これね、あの A を押すと、これ持ってない状態でアサリ不足ってなるよな。うん。ほんでこれチャージしながらやったらどうなるのかって話ですわ。はい、いくよ。は？なに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 、怖い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 。え、なになに、怖い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 、怖い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 、なになに、なんなん、どういう感情を持ってこの裏技をワザプで投稿したんですか。もう本当に、うん、あー、なんかすごいの見つけたとか思ったんかな。どういうこと、スピナーでもできましたちゃうねん、別に普通やからこんなさ、チャージしてる途中にアサリ投げようとしたら、そのチャージ終わるよ。うん、まあ、動きがちょっとおもろいみたいな。うん、で、アサリ持った方投げちゃうみたいなね。うん。大丈夫か今日のマザップ。なあ。さて、お次はロビンにやってまいりました。カジキ空港キャンプ。カジキ空港の散歩モード、過去2人のアサリでスタート地点の2段目に行きます。ああ、ちょっと何言ってんのか分かんないですね。その次に下から見て左側のとこに行き、壁に貼り付きプラスを押したままキャンプを開いたままにして壁に押し込むと、結果カジキ空港の壁にめり込む。いや、わかるよ。それだからポーズボタンを押して、そのね、もう一人の人がこうキャンプのパージで押し込んだら壁すり抜けれるみたいなね、裏技多分やろうとしてるんだけど、これ場所の指定がわかりづらいって。なあ。まずスタート地点の2段目に行って、その下から見て左側のとこって言われたら、もう左側のとこって言われてもさ、もうちょい詳細で説明しようよ。説明力足りてへんで、これ。オッケー、ほんなら協力者募って、まあ、なんとかその左のどこ探しに行こう。しゃあないわ。うん、謎解きやん、まず。さあ、現在ですね、日本時間の深夜1時なんですけれどもね、協力者を、そんな真夜中に連れてきましてですね、2段目探していきましょう。
まあスタートで1段目といえば多分ここでしょうね。で2段目って多分ここやん。ほんで下から見て左の方っていうか、下から見て左の方で何を言うてんねん。ここか、ここかな、あここかもな、はあ、ここ入ってこれる、あ入ってこれるね、来れる来れる、あ来た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 。ほんで多分ここちゃうかなと思うねんけどな。はい、これポーズしといて、はいはい、ほやな。ほんでキャンプで押し込んでくれると、はいはいはい、あんかく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 なりまして、ググ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 なりまして、なりまして、なりましてからの、はいはい、なりましたからの、お何もなってない、何もなってない、何もなってない、何もなってないよ。はい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 、どうなってる、はいどうなってる、あ全然する全然全然する、いけません。おおすごいことになってる、おおぐん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 、おぐんぐんぐん、あぐんぐんぐん、あすごいなってる。あ、いいよいいよいいよ。そう、いい角度よ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 。さあ、すり抜けません。さあ、すり抜けない。場所が違うかもしれない。場所が違うかもしれないね。あ、ごめんなさいね。空振りされちゃって。うん。どうしようかな。左っつってるけど、ここか？ここか？ここかな？どうなん？あー、すり抜けそうな雰囲気はあるけどね。もうね、あらぶらぶらぶらけどもね。あ、いいね、いい角度。あー、いけそう、いけそうやなー。無理？おー、来ましたやー。足場ありますやー。オッケー、ちょっと、俺もやろう。こうやろう。入った、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 入った。一発や、一発やん。一発でいった、一発でいった。簡単、え？はえー、中に飛べへんくなってる。マジ？そうなんや。え、中に飛べへんねやこれ。え、ちょっといた、まあ、3つ植えとこう、3つ植えとくけど、え、これ中に飛べへんねんって。そんな仕様になってるんやって。ほら、いけへんねんって、ほら、いけへんねんって、いけへんねんってずっと待ってる、かわいい、ずっと待ってるやん、入んの。もうやらへんで、もうなあ。待機すな。かわいいなお前。サンタラスは雑貨屋でやってまいりました。任天堂の凄さが分かる裏技。こんにちは、初投稿です。任天堂の凄さが分かる裏技を紹介します。結構しょうもない。1、雑貨屋に行きます。2、雑貨屋の隣の店に瞬間移動で行く。右左どっちでもいい。3、戻ると自分のキャラの後ろのサングラスかけてる棚が回転する。自分のキャラ、あ、これちょっと待った。今ね、あの雑貨屋、これあの何、ハイカラスペアの雑貨屋から、これモニターなんよ。なので、あのあれやな、バンカラ街にこう行った方がいいな。4、逆回転に瞬間移動すると結果逆回転する。あ、なるほどね。オッケー、じゃあまず駅でバンカラ街に行きまして、ね、そっから雑貨に行ったら、これね、モノホンの雑貨屋なわけじゃないですか。モノホンの雑貨屋で試していこう。はい、モノホン来ましたよ。これ自分の後ろの、なんて言ってた、サングラスの棚、サングラスの棚じゃない、あ、これ右のね、あるやん、まあ後ろでここ右側やんな、さ、縦にサングラスが何個も出てるやつ、これがここ、まずこっち来ますよ。ほんで戻りますよ。はい、今これね、あの何書いてん、反時計回りに回りましたよね。うん、ほんで逆から行きましょう。逆から行きますと、あー、時計回りに回るよと。なるほどなるほど、細かいね、細かい細かい、すごいね。うん、ほんまやわ。うん、ごめん、ちょっとこれ以上広げられへん俺。実力不足。